ンビ、クリームシチューの有田哲平や、医師でタレントの西川文子らが6月14日、定期イベントだという食事会を開催したことが判明。ネット上のファンからは、その楽しげな様子を宣む声が相次ぐなど、大きな話題となっている。ともり進行式ブログより、スクリーンショット。これは同日、西川と同じく、タレントとしても活動中の医師、ともり進が、自身の公式ブログに投稿した、楽しい夜という記事内で明かしたもので、この中で彼女は、昨夜は、西川先生とクリームシチューの有田さんとのお食事会でしたと、有田&西川ペアとの食事会が開かれたことを報告。その様子について、意外な組み合わせのようなイメージかもしれないのですが、一緒にいると楽しくてあっという間に時間が過ぎてしまうんです。お二人とお話ししていると、新しい発見をさせても会うことも多く、私にとっては大切な時間です。と、実に楽しげな様子で、食事会の内容を明かした。彼らの楽しげな様子を垣間見たネット上のファンからは、みない笑顔ですね。好きなお友達と会っていると、変なストレスないですね。楽しそういいなぁ。あと、参加したい。有田さんの、ぐっちかっこ笑い、美女と野獣と、その楽しげな会を羨む声を中心に、多くの反響が寄せられることとなった。なお、ともりによると、定例会になりつつある、お食事会来月はどんな話で盛り上がる、か、今からすでに楽しみですと、同会は半ば月例行事となりつつある様子。次回の開催時にも、ぜひともその楽しいうち、姿についてご報告いただきたいところだ。ともり進、楽しい夜。昨夜は、西川先生とクリームシチューの有田さんとのお食事会でした。以前、番組でご一緒してから仲良くしてもらっている、お二人意外な組み合わせのようなイメージかも。し、ともり進オフィシャルブログ、ともり進のビューティー診察室パワードバイアメバともり進、インフルエンザの治癒証明書について疑問呈する、なんとも微妙だなと。タレントで医師のともり進が16日のアメブロにてインフルエンザの治癒証明書の仕組みについて疑問を呈した。アベマタイムズエビマスペシャルチャンネル無料のインターネットテレビはアベマ TV、アベマ TV、アベマ TV のアビマスペシャルチャンネルで現在放送中の番組が視聴できます。アベマ TV